リチャード・デールは、アメリカ合衆国の軍人、海軍士官。デールは1756年に、バージニア州ノーフォークで生まれ、1776年に、大陸海軍で、士官候補生に任命された。1777年、ブリッグのレキシントンに乗務中の戦闘で敵軍の捕虜となり、イギリスのミルロー国に投獄された。しかしながら、フランスに脱出し、ジョン・ポール・ジョーンズの一行に加わった。1779年9月23日の戦闘で、ボノムリ・シャールがセラピスを捕らえたとき、デールは、ボノムリ・シャールに、専任大尉として乗り組んでいた。1781年から1782年の間、デールは、クイーン・オブ・フランスを指揮し、何隻かの敵艦を捕獲した。デールは1794年6月4日に、合衆国海軍で大佐に任命され、フランスとの疑似戦争では1798年から1801年まで、ガンジスの指揮を取った。その後第一次バーバリ戦争では、地中海戦隊の指揮を取った。デールは1802年12月17日に海軍を退役し、1826年2月26日にフィラデルフィアで没した。なお、デールの栄誉にちなんで何隻かの海軍艦艇がデールと命名されている。ありがとうございます。